いや、参ったね。今日も。今日もリアルトーンでしかも。いや、なんでいやいやいや、参ったって、それはもう、本番のね、もう1秒前まで上田さんのまた、とあるタレントさんへの悪口で、毒舌。言っちゃう今日言わない言っちゃダメですよ急進派の僕ですらね染めてるわけですからお前急進派なんだ急進派ですよ僕は、まあ、かなりラジカルな男だったけどもそれですらあれをやめた方がいいよって言ってんですよもうでもギリギリセーフなんじゃないいやいやいやもうなんでかわかんない。そんな嫌うってないだろ。いや、やっぱ聞かれるんですよ。誰のこと言ってんのってね。やっぱ僕は上田さんのイメージを守るためにね、名前変えて言ってますけども、もっと、もっと大御所の大先輩の名前らしいよってこと、ね。いや、まあ、マイナスだろ、そっちの方が。より。いや、まあ、それはいいんですけど。いや、ちょっとね、ちょっと、あ、ファックス、メールをね、ちょっと一枚読ませていただきたいんですよ。なんで突然ですけど。珍しい。東京都13歳トランペット、うん、トランペット多分女性だと思います、うん、そう13歳です、うん、私はクリームシチューさんが大好きです、うん、将来クリームシチューさんのような芸能人になりたいです、うん、それは嬉しいねでもまだ13歳だしどうしようか悩んでます、うん、何かアドバイスをくださいっていうねこういう結構真面目なメールだね、うん、だからまあね、これから13歳なんでねまだあの将来のこともはっきり決めてないだろうから夢に向かっていくのはいいと思うんですけどもね、はいはい、いろいろ考えてまだ職業の選択いろいろあると思うからね経験積んで、うん、もしもなりたいって言ったらね飛び込んでくればいいとただ大変な仕事やっていうことだけは言っときたいなって、うんええ、そういうことですえ どうしたんですか今日いやお前そういう玉と違うじゃんかそんな悩み相談に真剣のそのなんかヤンキー先生的ななんか売りで言ってもお前無理だと思うよ。ね、これね、うん、僕はこのメールをね、うん、ふとこう僕一枚見て、うん、僕はさっき実は泣いてたんですよ。泣いてたんですよ。なぜ？いやだあのね、あのこのラジオぐらいじゃないですか。このラジオはひどいなと思って最近。昔からひどいよ。だから始まった当初から。こういうね、いわゆる普通のコミュニケーションというか。うんなんですかこの番組といえばもう例えば坂井正明先生が2週間ぐらい前にいらっしゃって、うん、その時はなんか罰ゲームをやってるんですね、うん、で初めて聞いたけどなんで罰ゲームやってるのかもよくわからない、うん、ね、うん、でもっと嫌なんですか中村泰輔だ普段水谷靖子だこの番組に出てくる名前っていうのはね全く僕らがテレビなんかでは語らない名前そうねそれももうもちろん言われるんですよ、うん、あなたたちのラジオね聞いてると、うん、その分からないから、うん、もっと前もっと前って聞いちゃうとそのうちこうハマっていくんだみたいなお作戦成功じゃんそういう意味ではそうなんですけども、うん、あまりにもこうねこう飛ばしすぎててね、うんまあ、飛ばしてはくれてんのよだから結構、うん、いやだから飛ばしてはくれてんのねみたいなのもそういうことですよいやまあそうだけども、うん、でもそんなことをなんかさ、今更憂えてるけれども、うん、俺は始まった当初から言ってんじゃん。この番組はダメだ。初心に戻らなきゃいけないなっていう気持ちになったわけですよ。そうだよ。だから最初がな、うん、うんこちんこ番組だったんだよ。だから、これダメだろっていうことで、俺がなんとかちょっと方向転換、最近は若干うんこちんこ番組ではなくなったかなっていう気はしてんのよ。でもね、そういうもう毎週聞かないとわからないとか、うん、じゃなくて、もっとね、初心に帰るべきだと。いやそれは賛成だね俺も、うん、俺は初心に帰ってほしいよだからいや僕にお前にいや僕は逆に上田さんなんですよねなんでだ金にまみれたまみれてるかとゴールデンタイムにまみれてる違うわ俺は健全に仕事してるわだからもっとね普通の、うん、やっぱおはがきとか、うん、質問とか、うん、そういうメール、うん、これを募集したいんですよ今日いやだから俺はずっとそれを望んでたよ、うんお前に届かなかったんだよ俺の声がいやでも本当僕はこれ涙しちゃったんですよこれ13歳のまあ涙した理由はなぜかわからないけどね何に涙泣いてねえよって言ったんだけど俺は誰に問い詰められたちんこさんがえちんこさんが泣いてねえって言うからプリンセスだからこれもダメなのプリンセスちんこさんこれもダメなのよなんなちんこさんって言って確かになうん、うん、もっとこれが例えばねライブだと考えましょうよ、うん、例えばライブで例えば僕らがトークライブやりますってなった時にトークライブやりました、うん、その時にやっぱりちゃんと丁寧に話すでしょそれは一から説明するわ ねこういうやつがいましたねみたいな話をねも今はこの番組に関してはもうほったらかしじゃないですか
あ、そう、まあもう、お前勝手に理解せよぐらいのね。この間ブリーフからさ、みたいな。電話あってさ、って、それで、上田さんも、誰だよ、ブリーフってとか言わないじゃないですか。ああ、ブリーフ、もう懐かしいじゃない、みたいな。まあまあ、もういちいち、だからどこに照準合わせていいかわかんねえんだよ。もうブリーフをね、とっくに知ってる奴らが聞いてるだろうと思っちゃってるから、ああ、ブリーフがって、なるリアクションになっちゃうんだよね。で、すごいのはね、例えばもう、この番組を前から聞いてくれてるとか、いう人は、ブリーフのこと分かってんだろうと、プのこと分かってんだろうと、長松先輩のことも分かってんじゃねえか。長松は、さすがに分かんねえんだよ。堀も先輩も。分かるわ。全部分かってるだろうと思って喋ってますけど、何しろね、プリンセス鎮光クラスですらもう分かってないわけですから。まあそうだわね。その、鎮光さん、偽豚女も、何話してんですか、この二人ってなってるわけですよ。まあね。ちょっともう後から入ってきた、だからこれはいかんってことでね、今日はちょっとあのもっとコミュニケーション、やっぱりラジオっていうのはそうじゃないですか、リスナーとのコミュニケーション。まあ今更お前に偉そうなことは言われたくないけどね。いやだからもう悩みがあったら悩みもいいし、素朴な質問、例えばそれはもう真剣に答えるってこと、例えばさっきの悩み。そうですよ。だから例えばなんでクリームチューって名前になったんですかっていう人ももしかしたらいるんですよ。まあまあまあ、そうだよね。そんなことをもうほったらかしてね、聞いてたらもうこれあのね、一元さんお断りみたいになっちゃうんで、今日はもう一回リセットの日ですよ。おう、え、じゃあ今後もう、今後そうってことだよ、今日だけじゃなく。今ね、例えばじゃあ今日リセットして新しい話っていうかね、新鮮な、ゼロから説明をしました。ね、でも急に来週からさ、でもプだなみたいなことはもう許されないわけだから。そしたら何だよ先週1週間はっていう話になるからね。プーうんぬんっていうか、別にプの話だけが僕ら全てじゃないですから。いやそうだけど、いやでもほらね、そのいやお前プのあの時のあれ覚えてるみたいなさ、いやことに、ね、それがいけないんですよ。プのあの時のでもそう、わけがわからないんですよ。でもなるじゃんか、客観的に一回見てください。わけがわからないでしょ。いやわけはわかんないよ。吉田のあの時の、でも吉田って誰だけど、プってなんだよ、一文字のその人なの、なんなのって。あいつ言ってたんだよ、プってとか言って、な何動物とか。まあまあまあ、いやわかるよそれは重々。いやもっとこうね、夜中なんですから、本当ちゃんと礼儀正しいというかね、敷居の高い、まあ敷居の低い、もっとね、あの誰でも参加できる、あ聞いてなんだと、あったかい番組じゃないって、そういうのに変えていきたいと思うんです、この。まあそう、いや俺はそれ大賛成よ。俺はずっとそれをやりたかったよ。だからちょっといいですか、募集してもらって早速。もう本当素朴な基本的なね。何もなんか質問があったらぐらいの感じ。し、なんかなんていうの、例えば相談事とか。上さんってなんか昔よりもなんか顔が丸くなりましたねとか、そんな一言ですら、まあ、どんどん紹介していくぐらい。あ、なるほど。そうそう、何でももう書きたいこと書いてこいと。いやでもこれ一個勘違いするのがさ、こいつはパネ質問ぶつけてくるじゃん、そういうことを言うと。それとは違うってことだよな。全然違います。だからね、本当に普通の質問とか普通のお便りというか、もう悩みね。ああいいよ、何でもいいからね、こう送ってきてもらってさ、まあ一応我々も30超えてるわけですから。とっくに超えてるけどね。30超えてるわけだけどね。そういうのがいけない。2、3ぐらいのニュアンスになるじゃん。そういうのがいけないんですよ。37、8で40手前なのに、まあ30超えましたからっていうのはおかしくない。そういうのがいけないんですって。だから何が、僕らはまだ20代かなと思ってる人っているかもしれないんですよ。そこからなんですよ。いや、だからこそ。とっくに超えてるですよねっていうのがなんかもう既成事実みたいな感じ、ダメなんです、それが。いや、だからこそちゃんとした説明をしないと、ね、俺らは20代だと仮に思ってる人がいたら、30超えました、あ、なんだ、32、3なんだっていうね、まあ、違う印象を与えるといけないから、ちゃんと40手前ですけどもっていう、より正しい言い方をしろよっていう話。だそういうのはいけないですよ、上田さん。何がね。もう、くどくど、くどくどね。またお前がくどくど言わないと伝わらねえ人間だからだよ。いや、そう、どっちが悪いとか、そういうこと言ってる場合じゃないんですよ。お前が俺が悪いみたいに、そこが上田さん悪いんですよってお前から言ってきたんじゃないか。もっと、穏やかな、こうなんかね、ティータイムじゃないですけども、こう本当、午後3時間お前、ティータイム。クリームシチューな風景みたいな。クリームシチューな風景みたいな番組に変えたいんですよ。全く俺には伝わってこないけど、そのクリームシチューの風景ってなんか、穏やかな。の部屋的な感じで言われてる。ちょっと募集してくださいよ。ああもう、このね、何でもね、まあじゃあリスナーが聞きたいことね。もう伝えたいこと、例えば、あのね、どっかにほら、
好きな人がいてその人になんか言ってあげてくださいとか、うん、そういうね、いいな、最近そういうラジオあんまないだろ、目先案内人みたいな、そういうのもいいじゃないですか、なんかこれを聞いてるあいつになんか一曲送りたいみたいな、あれないな、平成になってそういう番組ってあんまねえのかな、そうなんですよ、昭和か、やっぱりそれをやっぱりやっていきたいんですよ僕ら、それは夢だったんです、いや別にそれはやりたくねえけどもちょっとさん、ちょっとお願いします、うん、じゃあ何でもいいよ送ってきて、アリウエアットマークオールナイトニッポンドットコム、アリウエアットマークオールナイトニッポンドットコムと、うん、ね、ここに送ってくれれば、サブサッカーのゴミメガネがねメールをチェックしてこっちに入れてくれるんです、え、それがいけないっつって何ですか、ゴミメガネって、ゴミメガネだよ、サブサッカーのゴミちゃん、じゃあゴミちゃんもうほらどんどん今離れてってるんですよそういうこと言うたびに、何がわよ、分かって、じゃあゴミメガネの話もなしなのね、あ、サブサッカー、あの作家さん、あ、スタッフの人が、うん、スタッフ の、うん、人が、あの、うん、まあ、名前も言う必要ないんですよ、うん、スタッフの人がね、メール受け付けてくれるんで、うん、ってぐらいでいいわけですよ、別に、でもね、最近のゴミメガネ情報知りたいなっていうリスナーだっているわけでしょ、ね、いわゆるゴミちゃん待ち受けをね、あの、もらったけども最近ゴミ情報一個もねえじゃねえかって思ってるリスナーもいるわけよ、中に、いや、そうかもしんないですけど、うん、もうそれはちょっともう毒されてるんですよね、この番組、いや、だからどこに照準絞るかっていう話よ。だって、お前も毒されてんのがね、はい、ゴミメガネの今のファッションを見て、最近もう別に2、3ヶ月いじったことないだろ。で、俺も全然いじってなかったんだけど、はい、さっき本番10分ぐらい前にふと気になってな、もう最近女装をしてるわけでもねえじゃんか。ね、何なのかね、コンセプトが。お前、テーマ何なの今、そのファッションはって言ったら、うん、非現実的です。もう意味のわかんねえテーマであいつはファッションやってるわけ。はい。ね、ええ、で、なんか、どこが非現実的でどういう意味って聞いたらさ、なんかこの足元だけストリートの匂いを残しつつ、で、徐々に徐々に非現実的になって、胸元あたりからは否定的ですっていう、もう意味のわかんねえ答えだったから、そっから先は無視したけど。もう全然わかんない。ただ、ね、全然お前もいじってあげないし、あいつも。いや、だから、ちょっとそうやって憂えてるわけですよ。ね、そんなんじゃいけないって、うん。でもあいつはずっとやり続けてる。もしもこれを僕らが本当に面白いと思うんだったら、うん、しゃべくりセブンだろうが、うん、世界塾大授業でも、こうメガネが否定的なファッションをしてるんですよって言わなきゃいけないんですよ。うん、でもね、この番組だけなんかそうやって偏ったようなね。うん、でもほらラジオってそういうメディアでもあるわけじゃん、そういうこと言ってじゃもう始まる、これはもう本当に本当クリームシチューな風景っていうね、さっき言いましたけど、何なんですか我々はそこなんですよ、一番引っかかってる深夜のね、そういう悩みとか意見にお答えするパティシエなんです、ただの、わかります、なんかさ別になんかそういうフレーズさえ持ってくれば俺が納得すると思ったら俺間違いですからね風景とかパティシエとかさ、いやそういうような番組にしたいんですよじゃあ分かった、庭園というかね、じゃあもう本当マニアックなというか、そうそういうメガネのその、うん、なんか否定的な一部の人しか分かんないような話なしってことね、そうですよ、あで、だからちょっとだったらもう、そう、そもそも参ったねからやめてほしいわ、オープニングのいやだから参ったねを言ったとしても、うん、なんか参ったことあったのかなぐらいの感じで、あんな、考えてみ、3年半な、参ったね参ったねって言い続けられて、そんな新鮮なリアクション取れると思うか。いやだから毎週毎週参ったねしか言わないんだよ。いや、それも、だから反省はありますよ。うん。うん、だからそういうのも含めてね、うん、今日はこのオープニングトーク含め、ずっとね、うん、そういう純粋なね、うん、リスナー。だからターゲットはもう主婦層。いや、だからさ、で、今さ、よし、じゃあ今からターゲット主婦層にしようって言ったところでもう主婦聞いてねえんだから。主婦も10代も。ああもう全員いろんなんでもいいからこうね、分かった、じゃあもう本当はマニアックな話なしでしょうね、うん、そのゴミメガネもその節丸さんも節丸さんは鉄板とかっていう話なしね、じゃあそういうなしですよっていうかさ、それやってたらさ、もう例えて合ってるなんかできなくない、この番組、いやもしかしたら今日このリスナーとのコミュニケーションを通じて変わるかもしれないですね、この番組が。おう、そう、うん、じゃあそれを目指そう、リクエストコーナーとか言ってね、うん、本当に普通になんか好きな人ができたんで、その人に一曲送ってください、うん、ミスターシルドランなんとかですと送ってくださいとか、うん、そういう番組に変えるかもしれないし、簡単にね、うん、ジャスミンティーが作れるレシピとか、ハーブの配合とかそういうのを僕やりたいんですけど今は。おう、まあそしたらもう俺とは方向性が違うって話にはまあなるだろうけど、まあええわ、ラジオでやっぱそうやっていきたいんですよね。じゃあだからこういうの早速来てますよ、うん、
全然やっぱ変わるんですね、こういうので募集したらね。おお、どういうの来た。横浜市港北区の、ラジオネーム豆広くん、うん、上田さんに質問です、うん、上田さんはイチゴは好きですかっていう上田さんなんで笑ってるんですか。上田さんなんで笑ってるんですか。何が、なんで笑ってるんですか。純粋な質問に答えてくださいって言ってるんですから。あ、そうやな。だからこういう、さっきの13歳のトランペットちゃんの聞いたでしょ、13歳でお笑い目指してるって。こういう声だってあるんですよ、その、この間プー見ましたよとか、そんなんじゃなくて、こういうね、とこから答えていきましょうよ。え、なんだっけ、イチゴ。マミヒロ君、上田さんに質問です。上田さんはイチゴは好きですかっていう。あの、好きだね。なんかまあそんなにしょっちゅう食べるわけじゃないけれども、うん、あのまあ練乳かけて食べるのがやっぱ一番好きだね、食べかけたとしてはね。ただ、うん、あれ不思議なもんでさ、うん、例えばアイスクリームとか、はい、キャンデーとかあるじゃん、例えばオレンジ味のキャンデーとかね、うん、あのじゃあドロップとか、うん、そういうのになると別にイチゴを好んでチョイスして食べようとはしないね。うん、イチゴ自体は好き。イチゴ自体は好きですよ。じゃあ豆広くんね、ちょっと呼びかけるような感じ、そういうあったかいラジオにしたい。今ので十分。いや、それはなんか僕に話してくれたみたいな感じだから、なんかほら、ここに3人いるとしたら、そいつのこと無視して俺に言ってるみたいな感じになるから、なんか気使っちゃうでしょ、向こう。気使うってどういうこと。俺のこと嫌いなのかな、上田さんっていう。気使うとおかしかいですよ。俺の質問を上田さんに答えてるっていう。気使うってフレーズはおかしいけど、まあいいや。マメヒロ君、上田です。ご質問にお答えします。イチゴは好きですかっていうご質問でしたけども、イチゴ、結構好きです。ありがとうね、マメヒロ君。じゃあ、またね、なんか、送っていただきたいと思います。だからやりてえらしいってこういうのだったっけな。まあ、それでまあ、まだ1枚だしな。まあ、そういうようなね、あ、うん、普通のね、みたいな、こういうのもいいかもしれないですね。藤沢市の玉ねぎシンポジウム、僕は今年受験なのですけども、勉強がはかどりません、時間的には勉強してるのですが、テストで点数が上がりません、こんな僕に気合を入れてください。 PS、 やっとリスナーと向き合うラジオになってくれて嬉しいです。ああ、やっぱのそうだったんでしょうね。求められてたのかな。まあそういうのはね。今まではね、そのどっちこっちの喫茶店のこっちのなんかあれだとか喋ってんなぐらいの感じなのが、うん、君たちも入ってこいよって言われた感じなんでしょうね。まあそういうことなのかな。じゃあちょっといい。なんだっけ、その受験が伸びないってテストが。たまって。たまにシンポジウムが。あの、あれだよね、こう、たまねぎシンポジウムくん。そう、あの、僕に言うんじゃないですから。だね。たまねぎシンポジウムくん、上田です。ね、テストの点数が上がりませんっていうことですけども、やっぱり勉強とかっていうのはね、いわゆるこの一歩ずつでしょ。要は階段をね、登るような感じで、点数上がっていくじゃない。基本的には。そんな飛躍的にダーンと上がらずに、あ、1ポイント上がった、また1ポイント上がったね、一歩一歩みたいな。ただどっかでね、上がらないところがあるわけ、これ階段で考えてみてよ、踊り場あるでしょ、ね、一歩一歩階段上り詰めたけどもね、次のフロアに行くときには踊り場っていうのをこう渡っていかないと上に行けないわけだから、今ちょうど君はね、その踊り場に差し掛かってるところだから、ここね、まあ何歩か足踏みしてるような状態だと思うかもしれませんけれども、このまま蓄積していけば、次のフロアに行けるんでね、ぜひ頑張っていただきたいなと、かように思いますね。いいですね、これで、僕らがハガキを送ったと考えてくださいよ、自分に向かって有田君、ね、頑張れよ、踊り場だよ君は、すっごい嬉しいと思います、僕。あ、そう、上さんに本当に、俺上さんと組んでよかったなと思ったぐらいです今。なんだろう、なんかこう俺の中に残るモヤモヤ。まあまあ、でもリスナーが喜ぶ、ですから、ね、喜ぶんだったらまあええわ。ラジオネーム、広島県のラジオネーム、おなろうくん。おなろうね。今、世界史を勉強してるんですけども、点数が上がりません。気合い入れてください。いや、だからさ、今言ったなんか、玉ねぎシンポジウムによ。ね、
要はもうそれお前も同じこと受け止めろや。いや玉ねぎシンポジウム君は玉ねぎシンポジウム君じゃないですか。いやそうだけどこれはオナロー君ですから。オナローも悩み一緒だろうが。だから俺が今そんな言い方ないじゃないですか。そんな言い方ないじゃないですか。じゃあ宇田さんにはもう同じ質問1回しかしちゃいけないんですか。いやそうじゃねえけど立て続けおかしくねえかって。いや宇田さんは取材だろうが何だろうが本当に一個一個ちゃんと答えてますよ今までは。ええ分かった。なるほどなるほどです。オナロー君上田です。世界史のね点数が伸びないということですけれども、特にねそういう暗記物っていうのはね、例えば10個覚えたからってそれがテストに全部出るわけでもなく1個も出ない言葉あります。ただねこれが、覚える数を50個100個と増やしていけば、問題にね、対応できる能力が上がることはこれは間違いないんで、めげずに頑張っていただきたいなとかように思います。絶対嬉しいだろうな。これかなやりたかったことなんか本当一曲ねなんかじゃあこれ切りくださいとかやりたいぐらいですもんね今ね。どうもお笑いのラジオチャンネルを閉めたらこれ今これぬるすぎだろって言わねえかお前リスナーだった。愛知県な石川どうも皆さん聞いてます。ああ16歳の人から来てんですよ淡い悩みというか。ああそう聞くよ。愛知県のチンカスばあちゃん。それおかしくないかな。さっきのオナローでも俺若干引っかかってたんだけれども、まあオナロー一旦置いたわ俺、ね、内容聞く前でオナロー置いたけど豆ひろとかさ玉ねぎシンポジウムはまだ何にも欲しいじゃんチンカスばあちゃん。じゃあそうなんですか結局その、うん、おなりおなり神社とかはそういうふうに思うんですか。そうじゃないけれども、ね、いやだからねおなろはまだ置いたじゃん俺偶然の一致なんですよ。チンカスばあちゃん置けねえよそいつが普通のお便り送ってくるわけがねえ。チンスコだっていう名前だってあるわけですよ。 あるよ。だからそれはなんかチンカスおばあちゃんの名前がチンカスっていうのかあだ名なのかいいじゃないですか。死んだおばあちゃんをこうラジオネームにしてるだけじゃないですか。 なんで勝手に死んだばあちゃんにしてるわからんだろそれは。僕には好きな人がいて今も上の空です。どうやって告白すれば思いを伝えたらいいのでしょうか。でも告白してダメだったら気まずくなるのでやめた方がいいでしょうか。ほらこんなね一個ふざけやつに真面目にどこやだ。その前にラジオネーム変えさせろや。ラジオネームをこれをあのなる全国ネットの放送にチンカスばあちゃんって送ってくる勇気のあるやつは告白ぐらいできるわな。自分の大事な名前をチンカスばあちゃんって書いてんだぞこいつは。絶対こう嘘なんだよこいつ、はい、告白できねえとか嘘なんだこいつは。嘘だとするんだったらなんか変なボケを入れるじゃないですか。例えばなんだそこそ70歳の人に惚れてますとかね。えなんかそんなあのアニメのキャラクターを好きな人どうやれば付き合えるでしょうかとかそんなわけのわかんないの書きます。本当に真面目に書いてるじゃないですか。問いかけてあげてくださいよ。いや別に好きにしろや。いや好きにしろそんなこと言われたくないでしょ。お願いします。チンカスばあちゃん上田です。例えば、告白をして仮に振られたとしましょう、うん、ね、うん、もしくは、告白をしませんでした、うん、ね、これどっちも成就はしてませんよね。告白して振られた場合も、うん、告白しなくて付き合えなく、まあ、付き合えない状況が続くの、これ両方成就してませんわね、うん。さあ、どっちの成就しないのが君にとって後悔しないかっていうことなんですよね。だから、この最悪の状況を考えればいいんで、で、それを避けたい。ね。それを決めるのは君だから。うん、例えばじゃあ告白して、ああ、成就しない方がまだスッキリするなと思えば、告白した方がいいし、いや、告白して成就しなくて傷つく方が嫌だなと思えば告白しなければいいし、うん、どれが一番後悔するかっていう視点で考えてみてはいかがかしら。かように思います。まあそうよね。考えてみれば確かに今上田君が言ったようにね、誰なのこいつこんなだってもしも告白をしないままだったら存在すら知ってもらえないかもしれない。誰でももしも告白したら振られたかもしれないけど、例えばいつか1年後2年後もっと言えば年取ってねいつかどっか同窓会で会った時に、うん、あチンカスばあちゃんじゃないっけって言って感じで声かけられてでそこからね同級生と結婚しました、うん、ねそうそう私チンカスばあちゃん
お店になりたい、金華好きに入りたい、名前変えていいかな、チンカスにっていうこともあるかもしれない。あるわけねえんだよ。ていうか、こいつ誰なんだ、急にこのテーマだけよ。な、何、急にこのテーマ。考えたら今、上田くんが言ってよ。ちょっと待って、おいな。おい。お前、最終的によ。お前がご意見番みたいな、何俺、助手みたいな立場になってる。な、俺、何、梅雨払い的な立場で、最初に語らさられてる。な、上田くんってお前に誰お前なんで上から入ってきたの？このテーマで。くん、言ってますか？くんはもうカタカナのイメージですからね。魚くん的にすんな、俺を。な。まあ、上田くん言ったよね、今後も。だから、な、頑張って。なんなんだ？おい、上、その上司面。お前の。なんで今のテーマで入ってきやがった？広島市。まあ、年は書いてないか。あ、でも多分部活の話でサッカー部の話ですから。多分学生ですね。あ、そう。はい。あ、そういえば僕らも、僕なんてラグビー部なんてやってて、ラグビーのルールもわからなくて、ただ走るだけのようなポジションだったんで、まあレギュラーにもなれなかったりね。そういうのもあったから、悩みはありますよね。その時は強がって、俺は別にいいよみたいな感じを思ってますけど、本当はやっぱ悔しいじゃないですか。仲間がみんな試合出てて。まあね。うん。うん、広島市のラジオネーム、勃起しちゃった天心くん。答えなくていい。こいつの質問には。はい。答えなくていいよ。なんでですか？勃起しちゃった天心くんに、こんなやつ悩んでるわけねえだろうがよ。いいじゃないですか、別に。じゃあ、ポッキーもダメなんですか、もう勝っちゃう。ポッキー全然いいよ、ポッキー。でもなんか、ポッキーも言ってみて偉くないみたいな。いや、んなことないよ。あれはポキッと折れるから、ポッキーって来てんだから。そうかもしれないですよ。これも、ポキッと、心が折れてるという意味の天心くんかもしれないじゃないですか、ほら。だったらお前、勃起って漢字で書いてあるんじゃねえか。なあ、あのな、本気で悩んでるやつは、勃起しちゃった天心くんって打ち込まねえんだよ。メールに。僕はサッカー部に入っててディフェンスをしているのですが、みんな上手いから、なかなかレギュラーが取れません。どうすればいいですか？教えてください。それはね、頑張れよ。適当に。頑張れよ。皆さん、それはいけません。何がだよ。いや、それはいけませんよ。それは。こいつ悩んでねえんだからよ、どうせ。おそらくですけど、僕もそうですけど、宇田さんは自分の娘の風花ちゃんが、万が一こんなことを言ってたとしたら、一生懸命答えるでしょう。ああ、ね、なぜなら、風花って名乗るからだよ。俺が目の前にさ、それで僕、勃起しちゃった天心くんって言うんですけれども、って来たら、今の受け答えになるよ。うちの娘が仮にそう言ってもそうだよ。ねえねえ、お父さん、私、勃起しちゃった天心くんって言うんだけど、私、ディフェンスやってんのね、みたいな感じで来たら、適当にやるやって言うわ。だから、この人も、自分の娘は息子のようにね。だからそうやって差をつけるんですか、上田さんって結局と。だから、深夜番組有田がやれ。ね、ゴールデンタイムは俺がやる。みたいなことですかって言われてみてもしょうがない。それは既成事実にすんの。まず。だから、それ差をつけないためにもね。この。差はつけるよ。真面目に相談しに来たやつとそうでないやつとの差は。もしも俺がね、ふざけてるんだったら、ディフェンスをしているんですけども、レギュラー取れません。どうやったら、お笑い芸人になれますかとか最後で変えるとかするんですよ。まあ、自分聞いてるじゃないですか。あのね、勃起しちゃった天心くん、上田です。ディフェンスをしているけども、みんながね、うまくてレギュラーが取れませんと、どうすればいいかということですけども、君が何を目標にサッカーをやってるんだいって僕は聞きたいわけですよ。ね。例えば、レギュラーになれない。もうだったらサッカーやめちゃいたい。って言うんだったら、君は別に本当にそこまでサッカーのこと好きじゃないんだろうし。まあ別に、レギュラーになれるなれないじゃないと。懸命に頑張ることが、自分で一番正しいことなんだ。ってなれば、それは仮に人との争いに負けたところでね、卒業するときに、ああ、よかったと。俺はなんだったら、レギュラーのやつらは、ひょっとしたらだよ。ね。補欠だったら辞めちまってたかもしれませんけれども、俺は補欠なのにずーっと続けた。でも一生懸命頑張った。精神的には君がね、一番のディフェンダーだったんじゃないかというような言い方もできるし、だから君はそもそも何をも、もちろんレギュラーを目指すのは大事だけれども、ね、第一義は何なのかっていうふうに考えたらいかがでしょうか。かように思います。今。ここからだよ。俺が一番疑問に思ってる。これね、上田くんが。
ちょっとねアシストしてくれてたけど。いやだからアシストじゃねえんだ。お前さっきから俺のなぞってるだけなのに。やっぱね今のその精神はねなんか、うん、なんていうのかなその頑張るということに対してもなんかディフェンスしちゃってるような気がするな。生きてることにディフェンスしちゃダメ。お前誰先生だよ。だからもしもこれがね別に補欠でもいいじゃないかと一生懸命ね攻めた結果レギュラーから外されたんだったらまあいつかね何年後5年後10年後例えば同窓会だった時にいやであれもしかして勃起しちゃった天心君じゃないのって言われておそらく本名で言うよ。何やってんのラジオネームでは呼ばねえよ。あの時頑張ってたよねっていう話もなるし、お前学校の同級生ラジオネームで呼んだことあるか。もっと言えばね、なんていうのかな会社で例えばなんか根性がみんなない時にそれだけ一生懸命汗だくでやりながら君は仕事はできないけど根性だけあるな。なんかスポーツでもやったのかおい。僕一社で天心くん。言わないよ上司は。上司はまず名前を変えたまえって言うよ。その前に僕はサッカーをやってて言われちゃなかったですって。でまあそれを聞いてたねその OL がなんかまあ。ボキさんと結婚した。こいつは本名じゃねえんだからよ。ボキ金入りたいっていう風になるかもしれない。言わねえどこまでっていうかお前誰なんだよだからさっきからよ。まあ、そういう意味ではね。まあさっきの上田君が。いやだからの言葉じゃちょっと言葉足らずだった。お前のそのプロフェッサーの立場何なんだっつって思いたいなと思います、ね。なあ。じゃあいけるわけねえだろ。こんなもや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 した状態で、俺が次のメールに、はい、なあ、はいじゃねえんだ。お前何最後全部お前がかっさらって終わろうとしてんだ。この悩み相談を俺に勝手にぶつけといて。僕はこの病院をそうやってカウンセラー的な番組にしたいんですよ。だからなんで俺がまずそもそも、看護師の上田君、まず君がやっときたまえ的な感じで。まずは、僕はまず上田さんのそのガミガミトーン。つまりその、もっとね、なんか小鳥がさえずってんのかなこのラジオって、うん、思ってもらいたいんですよ。じゃあなぜ思ってもらいてんだ。なあこんなクソゆるい番組は。今本当になんていうのかな大学1年生がクリスマス前に一生懸命告白をしようとしてる時になんか車の中で沈黙しちゃったからポッピッと鳴らしたらこのラジオを聞いてる。そんな BGM になるようなそういう番組にしたいんですもん。いやそんなのはお前知らな、ラジオはアメリカンとかに任しとけ。そんな中うれーとかつけたらうれーお前うれー魚くんかお前はみたいなのあると困るんですよ。困る僕と。ああじゃあ悪かった俺はそういうラジオしかできねえよ。そしたらもうこんなさえずるようなラジオできるか俺。ああなるほどこういう方もいるんだな。なんだお前俺の話聞いてんのか。誰かのメール言っていいって言ったんだよ。上田さんって前あれでしたよね。なんだっけなほらラグビーの時に鎖骨折って、うん、つってましたよね腕を。まあギブスとかしてたらそれは骨折したら、ね、分かるんじゃないかな。ああ、埼玉県富士見野市のラジオネーム、パンツ吉野。まあええかもここでガミガミ言ってもしょうがないな。上田さん有田さんこんばんは。俺は今足を骨折していて病院のベッドの上からこの放送を聞いています。この俺が早く元気になるように二人からのメッセージが欲しいです。ファン思いのお二人からのメッセージお願いします。いやまあその、うん、ねえまあ怪我してんのって分かるでしょうねこれはね、うん、いやまあね、うん、まあこれ焦ってさね例えばギブスを外してみたりねこう退院してみたりしてもねより長引くだけですからまあこういうのをねいいあの休養だと思って、ちょっと今までのね、自分の人生を振り返ったり今後の夢をね展望を考えたりするいい休養だと思って、まあ焦らずにじっくり直してみてはいかがかしらかように思います。どう思うかな。なんで俺首かしげられてんだしまいや。まあ今ね上田くんもちょっとお前の立場を述べよって言ってんだ俺さっきからなんか言ってたけどなんか言ってたくらいで済ますな。おいちゃんと把握はしろ。どうなんだろうねパンツくんはもしかしたら今足だけじゃなくて心も骨折してるのかもしれないね。
もっとさ、足だけ、足だったらすぐ治る。でも心の骨折っていうのはもしかしたらずっと引きずって治らないかもしれないし、全治一生かもしれない。だとすれば、今まあ何よりね、心だけは。いや、だからそんなに重たいメールじゃなかっただろうが、心が今折れてます的なよ。もしもね、これをもしも本当に。退屈しのぎにぐらいの感じだったよ。お見舞い行ってもいつも笑顔だねとかなったら、なんだろうね、例えば、思いつくのは、例えば、5年後、10年後、例えば同窓会とかで。お前、気配もそれじゃねえか。同窓会って結局上司に、ああ、パンツ君、君はっていう話されんだろ、どうせ。さっきのお前、勃起しちゃった天心君もそうだったよ。同窓会でその前のお前、チンカスばあちゃんも同じだったよ。あ、パンツくんじゃない。ほら見ろ。パンツ系に入りたいって言い出すんだろ、その女が。入りたいんだけど。ほら見ろ。なんで急になパンツ系に入りたかったんだ。何の話もしてねえの。言われると思うし。おかしだろ、お前。数年ぶりに会ったら、あら、パンツくんじゃない。パンツ系に入りたいわっていう女が、どこにいるか。何なんだ、お前の答えはさっきから。まあ、頑張ってもらえればなと。なんだ、その、ふわっとした収め方は。まあ、頑張ってもらえればっていう。おい。お前も二度と言うな、こんなラジオやろうって。絶対提案すんなよ。心がね、骨折しないように。てめえ骨折しろよ、一回ぐらい。心を。また人にね、ちょっと頑張ってもらって。あ、さ、お前もう絶対二度とこんな番組やろうって言うなよ。こんなね、本当にメール、いっぱい募集してます。募集してねえの、もうお前ら送ってくんなよ。午前3時までのお付き合い。クリームシューのオールナイトニッポン。上田君寒がってきたよ。うるせえよ。まだそのトーンで続ける機会。上田さん、これをやりたかった。やりたかねえよ俺はよ。そしたらお前一人でやれや。上田さんなんて優しい人なんですから。いや、俺できますよ。俺がやりてるのはでもこういうのじゃねえよ。いや、だからって俺はうんこちんこ番組は嫌だよ。もうちょっと普通の話ができる番組にはありてえよ、うん、ありてえけれどもこんな緩いのはやってらんねえよ。緩くはないですよ。真面目に答えたパンツくんだってそうだし、ゆるいチンカスばあちゃんだってそうだしね。さあ、不愉快だった。クリームシチューのオールナイトニッポン。この番組はブルボン、ラウンドワン、センコー、日本音楽著作権協会以上各社の協賛で、東京中学有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。忘れそうだった。今週も東京有楽町日本放送から全国36局ネットで生放送。クリームシチューのオールナイトニッポンではラジオの前のお前に番組のメールを開放中。番組を聞いてて僕たちに言いたいこと、聞きたいこと、伝えたいことがあったらどんどん送ってください。番組のメールアドレスはありうえアットマークオールナイトニッポンドットコム。有田に上田でありうえアットマークオールナイトニッポンドットコム。番組の中でお前のメールを紹介したらガネックじゃない何かをプレゼントは待っている。埼玉県所沢市のラジオネーム、うどん、大学3年生だ。実は、この前、うちの大学の学園祭に、この番組でもちょいちょい話題になる、増田岡田がゲストに来たんだけど、有田、やっぱり岡田師匠って半端ねえぞ。あの日は増田さんがちょいちょい受けをいただいて、客席は完全に温まった状態なのに、師匠が一言、チューって言っただけで会場全体がお葬式みたいな空気になったんだ。チューね。なあ、リタ、悪いことは言わねえ。岡田師匠と付き合うのをやめたら。いや、めっちゃしますね、最近すごいね。連発だな。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットで生放送。クリームシチューのオールナイトニッポン。次のお便り、まだ続いてんのかよこれ。何 BGM まで用意したんだ。進行の野郎。千葉県市川市の、17歳ラジオネーム、自慢の下半身くんから。おい、消せ消せ消せ。この BG に合わないだろう。ラジオネームコップにせぶった女。背景クリームシチュー上田様、有田様、私は今受験勉強中です。
しかし大学に合格することなんかよりも大学に入った後に友達ができるかの方が心配なんです。そこで質問です。やはり友達はサークルでいっぱいできると思うんですけども、サークル新人歓迎コンパでどうアピールしたら友達が増えるでしょうか。教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。知らねえよ知らねえよっていうか何続けてんだよこの普通のお便りコーナー。さっきので打ち止めだろうが、パンツ吉野のやつでよあれで終わりのはずだろうが。小林さん殺到してんですよ。何が。日頃僕らのこの会話の中に入れなかった人たちが。いやそれは確かにな、今まであまりに普通のお便りを紹介しなさすぎたっていうのはあるよ、うん、おだから今後例えばな、じゃあオープニングで別に10分なら10分ぐらいとかね、どっかでこう途中でやる分にはいいけど、もう今日腹いっぱいだよ。いやだからいつもね、そのなんか線釣りとかああいうようなのばっかりが常連になってって、うん、こういうね新人ルーキーかもしれないね。ルーキーでも全員下半身関係じゃねえか今の自慢の下半身だし、チンカスばあちゃんだ、パンツ吉野だそうなんだ、勃起しちゃった天心くんとかよ、ちゃんとおなろくんの名前出したら出してあげてください。なんでお前そこだけ抑えようとしてんだよ。ちゃんとだ、おなろもそうだよ。いいよこんな奴らの質問に答える必要あるかい。こいつらお前質問の内容よりラジオネームに集中してんじゃねえか違いますよ全然。そうだよ。ああそうか、じゃあもうこういう風にラジオネームを言うからあれなんですかね、答えたくなくなるんですかね。普通にこういうの来たら答えるでしょ。まあまだな、でもこんなやつが悩んでるわけがねえんだから、ラジオネームのやつが。じゃあそういう風に言うんだったらいいです。じゃあラジオネームは僕発表しませんから。いや言えや、ラジオネーム込みなんだからよ。ラジオネームで俺は判断するんだから、こいつがちゃんと本気で聞きたいことを聞いてきてんのか、それともあこいつ大人からかってんのだなっていうのがな、あ普通のシンプルな、いいですか、ね、一言で答えられない質問でも。いやラジオネーム言えよちゃんと上田さんに質問があります。ブリーフ派ですかトランクス派ですか、どっちだっていいだろう教えてください。なんでそんなこと知りてんだよ。分かるでしょ、別にこれぐらいやったら、ああ俺はね前はってこうなんかそんないるじゃないですか簡単で。いやラジオネームはそいつの。いやラジオネームはだって言ったら言わんかい。ラジオネームはラジオネーム次第だろうが答えるかどうかはちょっと見せるやラジオネームは何なんですか。ラジオネームデメチンと、俺なんかやっぱりチンとかに入ってきてんだよこいつは。答えるかこんな奴らの質問に。ああいやてかいいよ、もう普通のお便りコーナーは今日はもう今日は以上でいいよ。もういいんですか。もう今日は全然いらない。いやだからもうお前ら来週にしろ、来週に。あもうだからこれはねこういうような誰でもね送ってこれるようなやつはもう今後も続けていこうと思うんで、うん、いやそれは別に賛成だよ俺も。ジャズ喫茶みたいな番組にしたいんだどんなお前、ジャズ喫茶とはまた違うだろお前、今ちょっとこれ音楽に左右されて言ってるだけだろうが。最後これだけ、京都です、上田さん大好きな。あ京都から来ました、ラジオネーム、オバマのバナナ君。あもういいよいいよこいつも何かしらのニュアンスは出してきてるよなんでですか出してきてるよニュアンスは。ニュアンスって何ですか。オバマのバナナって何かしらのニュアンス出してきてんだろうが上田さんの頭の中がおかしくなってんじゃないですかね。違うわ、こいつ絶対出してるよ。そんなことないでしょ、そんなバナナみたいなのと変わらないじゃないですか全然。違うよ絶対、パジャマでお邪魔みたいなもんじゃないですかいいえ何かしらのニュアンスは出してきてるよこいつは。これ確信犯だよ。何ですか何らかのニュアンスって上田さんの好きな歌って何なんですか、ちょっと口ずさんでみてくれませんかということです。いやいいよこんなやつの質問には答えない、ニュアンス出してきたやつには。ニュアンスなんて出してないですよ出してきてるよこいつは。上田さん、俺はずっと男子校で来年から大学なんだけど、女の子とどうしたら自然に話せるでしょうかという。まあこれはまともな質問だね、うん、はい、誰だよ。いやこれ普通ですんだもん。いやだから誰だ、答えたいよむしろ、はい、質問には東京ラジオネーム誰かって聞いてんの。東京都のなでなでです。本当だろうなでなで
いや、これも何かしたのニュアンス出しとんな。何なんですか、その何らかのニュアンスっていうのは。何なんですか、何ら。いやいや、なんかなでなでもなんか出しとるよ、ニュアンスは。じゃあ、おしゃれな。こんばんは。今私は19歳の浪人なんですけども、早稲田の教育学部を志望しています。どうしたら友達できますかということですね。あ、上田さん教育学部なんで、ぜひ、じゃあエールの方をお願いします。あ、ラジオネームは、これ本当におしゃれなラジオネームですか、うん、いいですか、ラジオネーム、うん、私とアンアン。アンアンだの雑誌のおしゃれな雑誌、ね、いや、これニュアンス出してる。私とアンアンはなんでですか。いやいや、これ出しとるよ、ニュアンス完全に。こう完全出しても答えられます。なん、私とアンアンですよ。アンアンってあの雑誌のアンアンですよ。いや、これの場合ちょっと違うな、こいつの場合は。ああ、そのニャンニャンとかああいう系のアンアンだよ。あえぎのアンアンだよ、これは。本当にこれ出しとる。ひどいな、上田さん。いやいや、こいつらのラジオネームがひどいんだ。だから俺は答える気がなくなるわけ。長野、自分は高校3年生です。お二人の大学受験の一番の思い出は何ですか。確かに、まあ今はもうそのシーズンかもしれないもんね。じゃあ答えましょうか。誰の、え、ラジオネームよ。ラジオネーム普通です。あ、な、誰だよ。長野県のラジオネーム、しいたけ。完全じゃねえか。完全にニュアンス出してる。しいたけですよ。いや、もうもろだよ。もう食材じゃないですか、ただの。いや、こいつの椎茸の方が違う。絶対あの一物の方だもん。東京有楽町日本放送から北は北海道、南は九州、沖縄まで全国36局ネットで生放送。クリームシチューのオールナイトニッポン。とにかく明日学校行ったら3人に勧めろよ。クリームシチューのオールナイトニッポン。いやいや、本当あれですよね。何？え？何？いや、その何とか。いや、何？いや、何って。クリームシチューのオールナイトニッポン。なんだよ。おい、まだ続いてんのかよ。なあ、もういいだろ、さすがに。時刻は間もなく1時59分になろうとしております。うるせえよ、いいよ。こちら日本放送のスタジオに生放送ということでやっております。なぜ、おい、俺は日本ですけども、お前本当に今日3時までこれでやるわけじゃねえだろうな。もしもね、ドライバーの皆さん高速道路でちょっと眠たくなった時はね、路肩にちょっとや止めてね、休んでいただいて、ちょっと仮眠取るのもいいと思います。さあ、どんどん、他だっていうか、サービスエリアでね、仮眠ぐらいの方がまだいいんじゃないかな。メールをね、次々紹介して。いや、っていうか、なんなんだよ、この番組。上田さん。なんだよ。上田さんね、そうやって言ってっかもしんないけど、実際にリアクションあるんですよ。いや、だからもう送ってこなくていいっつって。いや、そうじゃなくて、何が、さっきの、ふざけてるって言ってたかもしれないですけど、広島の勃起しちゃった天心くんがお礼のメール来てるんですよ。なんて。上田さん、僕の質問に答えていただきありがとうございました。お前の質問は何だったかも覚えてねえ。確かに生きることにディフェンスになっていた僕はバカでした。決めました、僕フォワードします。いやいや、そういうことじゃねえんだ。俺が言ってんのは、攻めて攻めて攻めまくります。いや、違うんだよ。僕はいつか美人OLに勃起しましたって言われる日まで、せめてせめて。言われねえんだよ。お前どっちかって言うと有田先生の方の意見取ってんだよ。こうやってありがとうございましたっていう、こういうね、キャッチボール。勃起。あ、てめえ。じゃ言ってねえんだ、俺。ああ、おい、やっぱ伝わんねえな、こいつら。本当に。あ、恥ずかしいこと言ってくる人いるな。映えるな。有田さん、最近恋をしてるんじゃないですか。上田さんもそう思いませんか、なんて。知らねえよ、どうだってよ。いや、こいつもぶつけてきやがってよ。ぶしつけに困るな。何が困るのだ。こういうふうに思いませんかって言ってますけど、これ答えてあげてもらう。知らねえよ、俺。お前のことだろうが。答えてあげて、中学3年生なんですから。知らねえよ、お前が答えるや、恋してんのかどうかなんか。中学3年生の人がわざわざ送ってきてくれてるんです。いや、だからじゃあ、そもそも、じゃあいいよ、ラジオネームは。ラジオネームは別に特には書いてないかもしれない。いいからラジオネーム教えろや。そっからだ、話は。ラジオネーム関係ないでしょ、内容じゃないですか。ある。
ラジオネーム次第だよ。本気で悩んでるかどうかのリトマス検視は。奈良県中学3年生のラジオネームミートスティックさんから。もろじゃねえか。はい。なあ、もろだろうよスティックなんてよ。チンコさらけ出してるのと変わんねえだろうよそんなもん。なんでそう取るんですかミートスティックを。ビーフジャーキーみたいなもんじゃないですかミートスティックなんて言ったら。いやおかしい。ミートスティックってなんだって話になるだろうが。肉棒ってなんだ俺らら。たまくん。当てはりっていうのこっちなんだよ。ああ、時刻は2時1分30秒を回りました。いいよいちいちそんなもん入れなくてよ。広島県、私は今18歳なのですが、まだ将来像があやふやでやりたいことも見つかりません。周りはどんどん自分の道を見つけているのでとても焦っています。こんなどうしようもない私ですが、何かアドバイスをお願いしますということですけどね。まあ確かに18歳って逆にね、将来とか見えてる方がね、上田さん。え、そうなの？お前答えてやれよもう。めんどくさい。上田さん。え？お願いします。悩んでんですか真剣に。本当に悩んでんだろうな。18歳って言ったらね、一番高いの時期で、将来が不安で。うん。あ、そう。上田さんお願いします。お名前は？はい。お名前だよ。名前特にはあるだろうが、お名前はえ、お名前だよ。 あれじゃないですか、よっちゃんとかじゃないですか。いや、ラジオでも書いてあんだろうが。そこに読んだら答えてくださいよちゃんと。あ、広島県の、18歳ラジオネーム右手で握る男の塊です。ほらなあ、もう完全じゃねえか。お前じゃ冷静変わる。右手で逃げる男の塊って何なんだよ。なあ。いいじゃないですか、ラジオネームなんか何だって。いいだろうが。そんなやつも将来見えなくて当然だよ。パンチってことでしょ。チンコだよ。なんてこと言ってんすか、こんな。電波で。ってんだろうが。答えろ。公共電波でなんてこと言ってんすか。ああ、いい。そんなやつ質問答えなくていい。僕はクラスに友達がいません。人見知りなので話しかけるのも大変です。頑張って話しかけられるように上田さん有田さんに勇気をもらいたいです。お願いしますということですけど。あ、お名前は。なんで名前にこだわるんですか。名前は。だからさっちゃんとかじゃないんですか。あ、だからラジオネームは、はい。千葉県ラジオネームお稲荷。おう、ダメだね。竿から玉に移っただけの話じゃねえか。竿から玉へ。お稲荷って、お稲荷さんですよ。いや、違うね。この場合、この場合の稲荷は金玉のことだよ。こいつが書いてんのは。じゃあ次行け。時刻は、2時4分に。いいよ、一枚ごとに。あのな、お昼の番組でもそんな頻繁に言うかい。信号をね、あの赤の時は止まっていただいて。それは当たり前のことだよ。安全運転に気をつけてくださいねみたいな意味のあることだったらいいよ。最近欲しい CD がありすぎて何の CD を買えば迷っています。ぜひなんか紹介してくださいってことなんですけど。お名前は、そうね、フュージョン。お名前はラジオネームだよ。いや違う、質問は CD ですから。ボサノバのラジオネームは何なんですか。うちはラジオネーム次第でやっております。はい、 CD も頭に描いておいてください。なんかいい CD、広島県広島市ラジオネーム、あれはチンゲですか。いいえ、脇毛です。ダメです。もうチンゲですかの時点でダメです。その後結論が脇毛だったとしてもダメです。お前き、あのさ、人におかしいだろその質問が。すいません、あれはチンゲですかって聞かねえだろそもそも人様に。はい、ダメです。 CD 教えてる場合じゃありません。こいつには交番はどこですか。そこですと変わんないじゃないですか。変わるだろうが。あれはチンゲですかって質問お前したことあるかじゃ、人生でなあ。ねえだろうが。俺が今一番キレてんのを教えようか、うん、お前らがそういうラジオネームチョイスしてることだよ。お前ら絶対チョイスしてるだろう。僕は内容で言ってんですよ。本当だろうな。俺はいくらバカと言われようがお前のチョイスを信じたいぞ。そうですよ。お前が確信犯でそういうのバカ選んでるわけじゃねえな。違います。ああ、俺はたとえバカと言われようが信じるからな。お願いします。時刻は間もなく2時6分になろうとして。いいよ。
ヨッピーでもそんな頻繁に言うかい。車をね、走り出す前にまずエンジンをかけていただきたいと思います。言わねえよ。ヨッピーもマッピーもそんな頻繁に言うかい。有田さん、上田さん、こんばんは。僕は専門学校に行こうとしたら両親に反対されました。僕は諦めきれません。絶対に行きたいんです。上田さん、親を説得する方法をお願いします。名前は、確かに、ラジオネームは、親というのは敵でもあり最大の味方ですもんね。ああ、ラジオネームは、なんだその前に敵でもあり親がじゃあ敵っていう意見を教えてもらうんじゃねえか。はい、その前にてめえの、いや、てめえのその持論聞きてえよ。俺は反対をしてきたっていう意味だね。ああ、今はもう敵だと思ってるかもしれませんけど、敵じゃねえ。親は、まあ、じゃあまあ親だから。ああ、いいや、そういう意味で。ラジオネームはもういい。何なんですか。え、ラジオネームだよ。今もう悩みに答えてんですよ。いい、まずラジオネームありきだよ。これはどこに書いてあるの、これかな、京都府のラジオネーム、オナニー始めましたほら。はい、もういいで、はい、キャッキャ。もうちょっと待て、まださっきのな、パンツ吉野とかの方が可愛かったぞ。もうグイグイ来てんじゃねえかこいつら。なあ、ゆっさぶりかけてきやがってよ。グイグイじゃねえか、もう。そういうの取ってるんでしょうが。取ってる。まだな、俺な、今となっちゃ椎茸とかに反省してるよ。椎茸とかまだモロではなかったよ。こいつらもうモロじゃねえか。モロ出しだろうが。ああ、次。時刻は、うるせえよ。マッピーも坂上美希もそんな頻繁に言うかい。51秒を回ったところです。53秒です。いいよ、そんな秒数振り返るやついるかい。ガソリンをね、入れてから走った方が当たり前だろうが。走れねえよ、そうじゃねえと。お、メール来てますね。最近、ラジオネームは、女の子に告白されたのですが、その子が、なんと僕の友人が恋してる女の子だったんです。どうでもええ。友情は大事にしたい。でもその子は好き。僕は一体どうすれば。ラジオネームは、狭間ですね。ラジオネームだよ。いわゆる三角関係、上田さん。ああ、ね、そうか、ラジオネームは。はい、ラジオネーム。今俺はもうラジオネームしか聞いちゃいねえよ。こいつらのもう悩みなんかどうでもいいんだ。三角関係か、ないですか、上田さんだって。ねえよ。あったかな。まあでもいいよ、そんなことはどうでもいいよ。ラジオネーム答えられるんですね。じゃあ、おお、答えられるよ。ラジオネーム、神奈川県藤沢市、17歳。ラジオネーム、あの子としてからチンポがかゆい。もう可愛げもね。はい、じゃあ上田さんお願いします。なあ、答えられるわけねえだろうが。そう取ってるんでしょうが、上田さんが。チンポがかゆいって書いてあっただろうが。どうせクソ童貞のくせしやがってよ、見え張りやがって。ニュアンスに取ろうとしてるんですよ。ニュアンスじゃねえよ。何らかニュアンス。ボロだよ。こいつの場合よ、性病に弱してんじゃねえか。こいつは。これはもう何の内容もないですよ、このラジオ。ね、質問だけ言って答えないって。こいつらのせいだろうが、そんなもん。質問だけ言って答えない番組なんかありますか？俺はな。まだ本当にあのパンツ吉野とか、あの椎茸は可愛かったよ。今思えばまだあいつら醸し出すっていうね、そういうなんか奥ゆかしさがあったよ。こいつらみたいにもろ出しできやがってよ。奥ゆかしさあったよ。でもダメだけどな、仮に奥ゆかしさがあってもだぞ。本当ね、僕は世の中の人たちがこうミルクティー飲んだ時のようにね、心がポカポカするような番組やりたいんですよ。俺だってそれだったらまだな。だから質問だけ言って、うるせえこらとか言うのやめてください。ちゃんと答えてあげてください。だから悩んでねえやつの質問に答える気はねえっつってんだよ。まずラジオネームからどうぞ。お次お読みになるんであれば、時刻は2時10分25秒をてめえうるせえよ。なあ、ラジオネーム、はい、道をね、できるだけ走っていただきたいと思います、はい、どこ走ろうとしてんだお前の中でのドライバーは。僕はラジオネーム、今二十歳で将来何をやりたいのか悩んでいます。ラジオネーム、クリームシチューさんに質問です。なぜ芸人になろうと思ったのですか。ラジオネーム、その前に何すか、なんで芸人な、何だったっけな。いい、答え、答えやん。ラジオネーム、何だったっけ。ああ、ラジオネームはい、ラジオネームだよ。
関係ないじゃないですか。本名が出せないからラジオネーム。そうだよ、言えや。ラジオネームは横浜市。ラジオネーム、あそこが大和のオロチさんが。やめるわお前、ただの虚婚伝説じゃないか。そんなやつに答えてられるかい。偏見でしょうが、上田さん。偏見じゃねえよ、虚婚ぶつけてきやがったんだこいつが俺に。上田さんに曲をぶつけたわけじゃないでしょうが。ぶつけてきやがったよ。はい、もういい、締め切れ。もうこのコーナーやってらんねえから。何なんですかそれ。大体もういい、俺はもう二度と答えねえからな、こいつらの質問には。だっていっぱい来てんですよ、普通のおはがきだって。さっきだってあったじゃないですか、一番最初のね。そう、だからまだ豆広とかは良かったよ。いや、今考えれば豆広もちょっと醸し出してやがんな。マネヒロもな、あったでしょ最初は。なんかまだあった。ああそういう意味で言えばな。普通のやつだってあるわけです。トランペットちゃんよ。トランペットちゃんはいい。そうでしょ。ああでもトランペットちゃんに関しては俺は一言も答えてねえよ。てめえが冒頭で読んだ。だからそういうのだっていっぱい来てんですから。上田さんに相談です。以前ラジオネーム、旅行でイタリアに行った時にイタリアの魅力に取りつかれてしまいました。ラジオネーム。だから将来はイタリアの日本大使館で働きたいと思うようになったんですけども、どうすればいいでしょうか、教えてくださいという。ラジオネーム、ラジオネーム。イタリアといえばね、ラジオネーム。そのイタリアにね、ジジイ虜になってました。ジジイ、ラジオネームだよ。話の途中なんですけど。いいよ、そんなのはどうだっていいよ。どうせ大した内容のことお前言ってるんだろ、さっきから。カプチーノをね。違う、だからそれ何なんですか皆さん。話の最中なんです。何なんですかって。俺、お前は俺に怒られるがためにやってる、その答えやめろや。な、確信犯だろうお前。お前だからさっきからビュッフェでねって、内容のねえことしか言ってねえんだ。だから話を、もうじゃあ皆さん答えてください。じゃあラジオネームだよ。その前に吐いてないですよ、ラジオネーム。あるに決まってんだろうが、ラジオネームは。千葉県市原市のラジオネーム、ケツギアフロの防波堤さんです。もう俺はもう想像すらできないよ、そういうやつを見たことがないよ。ケツギアフロの防波堤はな、もういい。何なんですか。とにかくこいつらはもう下さえ入れればもう良くなってんだよ。どうだろう。こいつの中でももうイリュージョンだよ、ケツギアフロの防波堤は。な、縦が男子が恐れおののくイリュージョンだよ、これはもう。何を言ってるんですか、上田さん。こいつ、鳥用、鳥用じゃないですか、下に、そうやって。血月って書いてあるんでしょうが。勝手に俺に虚婚ぶつけてきたとか。さっきの完全に虚婚ぶつけてきやがったよ。こいつもなんか、血月をもやもやーって俺の眼前にさらしてきやがったよ。ああ、じゃねえよ、いいよ。このコーナーよ、正直今眠いです。目が覚めるような一言お願いします。確かにこの時間になるともううとうとしてしまう。ラジオネーム、はい、じゃあもう一言で片付けてくださいね。ラジオネーム、鳥取県ラジオネーム、チンオペロペロさんからです。こいつが一番ひどいぞ。まずそもそもの質問がひどかったからな。眠いけども眠気を覚ます一言って、そっからひでんだよ。なぜかわかるか。こいつは 100% ラジオネームに費やしたからだよ。エネルギーよ。ありがとうございます。皆さんこんばんは。僕は29歳なんですが、仕事がありません。どうすればいいですか、ということです。いい、ラジオネーム。確かに30代まで。ラジオネーム。な。以前ね。お前さっきからずっと内容のねえことしか言ってねえだろうが、バイキングをいただいてるとき。バイキングで。お前そっからその相談に繋がるんだろうな、そのバイキングから。お前ビュッフェつながりだろ。答えてくださいよ。だからラジオネームだよ。ラジオネーム、尺八大将さん。はい、すげえ。ずーっとオフェラ関係ばっかりじゃねえか。はい、すげえ。僕は内気なので友達ができません。どうしたらいいですか、ということなんですけども、ね。ラジオネーム。以前ね、ストールを巻いて出かけ。何なんですか。ラジオネームだよ。福岡県北九州市、ラジオネーム、ド派手なチンチンさん。どんなチンチンだ。教えろや。ド派手なチンチンが。真珠でも入れてんのか、こやつ。ド派手なチンチンって。こやつじゃないでしょうが。こやつはよ。悩んでんですから、答えなさいよ。いいよ、悩む必要ねえよ。てめえ、ド派手なチンチン持ってんだから。一生お前安泰だよ。なぜならド派手なチンチン持ってっからだよ。神奈川、ラジオネーム、勝ち組になるにはどうしたらいいですか。ああ、ラジオネームだよ。
確かに難しいかもしれないな。お前どうせふわっとした答えしか出してねえんだからいいよ。以前ね、なあ、ラジオ丸ビルにお出かけした。お前何なんですか。お前繋がるんだろうな、その丸ビルと勝ち組がよ。なじゃあ上田さん答えてくださいっつってんですよ。うん、その前にだよ、ラジオネームだよ。神奈川県、人生は楽しい、今日もいっぱい出したさんから聞いてます。お前らチンから離れることはできんのか。なあ、できねえのかっつってんだよ。普通のラジオネームだったら答えてくれるんですね。普通のならな。俺はね、リスナーを救いたいんですよ。俺だって救いたいけど、こいつら救う必要がないよ。まずそもそも救いようのねえやつらばっかりなんで。もういいよ、質問いいからラジオネーム行こうや。こんばんは、友達と喧嘩してしまいました。仲直りをしたいのですが、どうすればいいのでしょうか、ということですね。だんだんこいつらも文章も短くなってんだろ。わかるだろ。なぜこいつらの心理読もうか。とにかく下ネタのラジオネームが浮かんだら、それ打ち込んで早めに送らんとこのコーナー終わっちまう。それがこいつらの考えだよ。いいな、早く読まれるがためにはな。大変かもしれない。お前さっきから何この無駄な時間稼ぎしてんだ。以前ね、あのおめえラクロスをね、やってる時、お前絶対ラクロスとつながんねえだろ。この友達の喧嘩と何なんですか。ラジオネームだってお前も察し分かるだろ。大体こんだけやっときゃ。山形県、ラジオネーム、ヤシの木に実が二つさんです。ああ、これはもう醸し出しとる。ニュアンスは。ヤシの木に実が二つ、何が何がいけないんですか。ああ、これはもう醸し出しとるの分かるだろ、お前でも。ヤシの実が二つぶら下がっててみ、誰だって玉金だと思うでしょうが。上さんね、そんなエロかったっすか。違うわ、こいつらが完全にそういう発想になってるから言ってんだよ。お前このコーナーいつまで続くんだよ。全然寝れません。お前らいいか、お前冷静になろう。このコーナー知ってるもんな。もうかれこれ30分近く、はい、下ネタのラジオネーム読んでるだけのコーナーだから。違いますよ、僕は悩みをちゃんと聞いてあげてくれって言ってんじゃないですか。なんだよ、ラジオネームから。僕は寝てる時に人間関係を考えてしまって寝れません。どうしたらいいですか、ということです。はい、いやだからもうこいつらのな、もう以前ね、いいよ、おい、ラジオネームか。マグネットをね、なんだマグネットってな。冷蔵庫に、俺言っとくけどな、お前冷蔵庫にマグネットつけた話からちゃんとつながるんだろうな。あんな、俺言ったけど今ラジオネームよりてめえに切れてんだよ。人がもう悩みに答えてるサイズにちゃんと入れるからでしょうが。そのお前の受け答えの方に俺は切れてんだよ、どっちかって言うと。どうしたらいいですか。ラジオネームだよ。ラジオネーム、おなってばっかりさんです。あ、はい、次、次もう答えですよ、なし。2時19分、時刻はいい。6秒回ったとこです。何分か分かんなかったよ、大して。ドライバーの皆さんね、本当にお酒を飲みながら運転してる人はね、やめていただきたいと思います。やめるどころの騒ぎじゃねえ。法律違反だよ。絶対ダメなんだよ。悩めるみんなに送りたいと思います。嵐くんで、ビューティフルデイズ。なんだ、お前初めて曲紹介したの。心入れ替えましたね。有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットで生放送、クリームシチューのオールナイトニッポン。プニスケパチェコのコーナー。コーナーか。もうなんだこの番組は、俺頭にこざせるコーナーしかねえのか。上さんが、ね、悩みに答えてくれないんで、ちょっと一回頭を冷やしてもらうために、ちょっとこういうファンタジックなコーナーをやりたいと思います。いや正直昔ほどではないけれども、うん、このコーナーも決して俺の頭を冷やすコーナーじゃねえからな。どっちかというと逆上させるコーナーだからな。最近はまだちょっとまともになってきたけど。そうでしょ。 いいのが届いてるんですよ。まあ一応説明しますと、プニスケパチェコのコーナーといって何のコーナーかわけがわからない方が多いと思うんですけど、実際何のコーナーかは全く伝えておりません。それを聞いてイメージして、そんなコーナーがあったらこんなハガキを送ると勝手に
リスナーに考えていただいて自由に想像してもらって送ってもらってるコーナーでございます。それでは上田さん早速ですけども、どうでもいいんだよな。ラジオネーム、綺麗な花が好きだから。こういうやつがな相談してくれば俺は相談乗るんだよ。プニスケの車は73歳だ。長い間乗ってきたし、第二次世界大戦では爆撃も受けた。だから車は傷だらけ、本当にボロボロだ。もちろん助手席のドアはない。そんなわけで時々周りの人から買い替えろと言われるが、プニスケにその気はない。なぜならその車はまだちゃんと走るし、何よりプニスケはその車が好きなのだ。とてもとても好きなのだ。そんなプニスケは最近思うのだ。冬のボーナスが出たらこの車に手入れをしてあげなきゃいけないな。そしてこう思うのだ。そうだ、ハンドルをつけてあげよう。という作品なんですけども、いや、途中まではすごくハートウォーミングなね、はい、あのなんだろう、こう大きなのこの古時計を思わせるかのようないや僕はそう思って読んだんですけどね、そういうようなニュアンスのある非常に温まる、確かにハガキだったんだけど、はい、おかしいじゃんか、その助手席のドアだけかなと思いきやよ、うん、ハンドルもついてなかったのに運転してたっていうのが、いやだからじゃあどうやって運転してたんだっていう、棒だけあったんじゃないですか。だからそれをこう、いやそれおかしいだろ、指でこう無理だろうな、火を起こすみたいな感じだから縄文人がやるみたいに、はい、いやだから無理なんだそんな運転方法は。いやでも一生懸命車を愛してるって気持ちがね伝わってくれればと思ったんですけど、いやだからね、その今頃ようやくハンドルをつけてあげましょうっていうのがちょっと俺はなんだふざけんなよっていう、やっぱ逆上の種にはなったよね。そういう、そんなこっちから見てそんな逆上してないんですけども、ね、種があったんですね。左にはなったね。なってるんですね。まあいつじゃあ何パッ、何パッ、これは3プニだな、3プニ、うん、ってことは7パッチェで、そうなるね。じゃあ何スパッツでした。スパッツ関係ねえよ。だからなんで急に最近スパッツ入ってきたんだよ。総合的に 何スパッツなの、わかんない。スパッツが何なのかが俺わかんねえんだ。いや一応これでいいんです。おかしいでしょね、相方がわからないことをね、お前今日オープニングで言わなかったか、そのマニアックな誰にも伝わらないようなフレーズとかを使うのやめましょうと、新興、うん、さんだゴミメガネだ、はい、スパッツは最たるものだよ。なぜなら俺も理解できてねえからだよ。いやでもほらこれはね、そういうもう自由なコーナーなんで、何スパッツかって言うんだけど、だからスパッツってなんだって聞いてんだよ。だいやスパッツは上田さんがよく知ってるじゃないですか。違う、そういうことじゃなくてだよ。何でしたっけあれ、腰近辺につけるものだよ。じゃいや何スパッツかちょっと言って、ちょっと4スパッツ、4スパッツありがとうございます。何なんだこの4スパッツって。じゃあ続きましてはですね、これ行こうかな、山形県大木ボンス。プニスケがあのサンプラザ中野さんとメルトモだということはもう有名な話だろう。そうなの。知らないけど、6年前地元の泌尿器科で意気投合して以来、家族ぐるみの付き合いをさせてもらっている大親友。よくその親子関係から言ったなそこまで。そんな大親友のサンプラザさんだが、プニスケは一つだけ恐怖を怯えてることがある。それは彼が所有するサイドカーにある。彼は何かと僕をサイドカーに乗せてツーリングに行こうと誘ってくるが、僕にはその助手席の部分が明らかにボブスレーの乗り物にしか見えない。そう、彼は走行中に助手席ボブスレーの僕の切り離し計画を企んでいるんだ。走る走る俺たち、流れる汗もそのままに、いつかたどり着いたら君に打ち明けられるだろう。果たして僕は一体どこにたどり着き、何を打ち明けられるのだろう。という、ちょっとうまかった。というおはがきなんですけども。いや、というおはがきなんですけど、それはもう俺には伝わってるし、はい、ね、さあそこでどうですか、上田さんみたいに、なんか答えはありますかみたいな。いや、解説員ですからね、上田さん。解説員。いや、これはまあいいんじゃない、ちゃんとランナーの世界観をね。はいはいはい、はい。まあ、おそらくね、作り方としては、そのランナーの世界観を生かしたくて、サンプラザ中野さんとね、こう親友っていう設定にしてっていうね、流れなんでしょうけれども、
まあうまいことできてたじゃん。おでボブスレーでできててっていうさ、期待できるな。まあその中野さんがなんでそんなことをやってるのかっていうところは意味不明だけれども、はい、なんであの人そんな人じゃねえだろうみたいなね。まあサンプラザ中野さんとメルトモってことは有名な話っていう、ね、まあそもそもそれは知らないしね、はい、ただよく泌尿器科からねその家族ぐるみの付き合いまで発展したなっていうのも何きっかけか、そこを知りたいよ一番本当は、はい、ね、その泌尿器科で知り合ったからってさ、家族ぐるみはなりませんもん ね、あ、お宅も海が出てんですかみたいなところからそこまでいかないじゃん、はい、うん、そこは本当は知りたかったけれども、まあ彼はほらそのメインに据えてるのがボブスレーのとこだから ね、はい、まあそういう意味ではまあなんていうかな、こう、はい、夜ちょっとスケール感はあったかもしれないね。どうでも結構期待できます。何プニ、まあこれは7プニ、ね、7プニってことは必然的に3パチということで、うん、何スパッツ分かんねえそれは。いやそれ、それごめんな、それはって言うと俺プニとパチェに関してはもう理解できてるみたいに、パチェはスムーズに最近言ってくれるようになったんですよ。いや俺そもそもそこもよく分かってないからね、はい、そこはあらかじめ、まあ、言っとく改めて、はい、うん、何スパッツかだけもう分からない、だから答えてくれないとちょっと8スパ、お、ありがとうございます。8スパッツ、じゃあ続きしてこれいきましょうかね。川崎市ヒニングの向こう側プニスケは玉金同士を叩き合わせることによってキラキラ星が演奏できる日本で唯一の男だ。ある日のコンサートで異変が起こった。プニスケが突然演奏をやめてしまったのだ。その瞬間プニスケは下半身を露出して玉金で音を出している自分の姿を恥ずかしいと感じてしまったのだ。プニスケはテレビの画面から姿を消した。それからは朝から飲んだくれる日々。プニスケはいつものように酒を買おうと出かけると、どこからともなく音楽が、キラキラ星だろうか、その音がする方向に足を進めると、まだ小さな子供が一生懸命玉金を叩き合わせる。プニスケは苛立ちも隠さず言った。そんなことして何になる、恥ずかしいだけだぞ。恥ずかしくなんてないよ。僕、大きくなったら、プニスケみたいな玉金ストになるのが夢なんだ。プニスケはいつも一人で演奏してて、寂しいから、どっかいなくなったんじゃないかな。だから僕が上手くなったら、プニスケは一人じゃなくなって、そしたら、また戻ってきてくれると思うから。その子供の目は、どこまでもまっすぐだった。プニスケは、失った日々を取り戻すために猛練習を始めた。再び観衆の前に戻ってきたプニスケは、ついには玉金を叩き合わせることによって和音を出せるようになっている。演奏後、プニスケは観客に向けて高らかに言った。僕には夢があります。いつか僕一人ではなく、みんなで玉ケストラを作って、みんなでキラキラ星が演奏したいんです。プニスケは間違っていた。みんな一人じゃない。みんな誰かの優しさに包まれている。そう、シワシワの皮に包まれた玉金のように。うるせえ、何美しい話に仕立て上げてんの。最初の玉金ぶつけて音を出す仕事してます。これはいいですね。うるせえ、いいわけねえだろ。あんな、そもそも言うぞ、はい、さじ加減おかしくねえか。さっきの普通のお便りは、はい、ラジオネーム一行が下ネタなだけでガンガン怒られててよ。これフルに下ネタでなんでこんな延々聞かせてもらえるんだ。職業をどうこう言うのやめましょうよ。職業言ってるわけじゃねえよ。下ネタを言ってんだよ、俺は。子供だって憧れてるわけですから。憧れてるやつよるかい。でもいい話じゃなかったですか。いや、だから、いや、それ確かにいい話だよ。宮崎駿が描くような。描くかい。お前じゃあ、宮崎駿、どう描くんだ、オープニングでガキが金玉カン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 、ぶつけて、和音出そうとしてやがって。どう入るんだ、耳を澄ませばの、2でいいじゃん、耳を澄ませば。耳を澄ませばに対する冒涜だよ。ちょっとこれ、いい話だったと思うんですけどね。おかしいよ。だそれだったら俺はまだ人生相談乗った方がいいよ。まだそいつら下ネタ1行だからな。他の4、5行はちゃんとした相談なのに。なんでこんなバカのお前下ネタオンパレードのやつが何分も何分も読まれるんだよ。じゃあ何分になるんですか、部長これ。9分になるのか。
こんなもんは。じゃあ1パチになっちゃいますね。ああ、そうだよ。ノンスパッツか。知らねえんだよ、だからスパッツを。アプリの方はわかるけど。わからねえよ、そっちだって。1スパッツだよ、もう。ありがとうございます。行きましょう。ラジオネーム大仏ラーメン。プニスケはアジの開きに、アジの開きが開かないように鍵をつけるバイトをしている。最近はキムタクの影響でアジにセコムをする人も増えてしまった。大体の人がアジに財産を保管しているし、アジをアジに保管する人も珍しくない。おかげでそれなりに味のある人生を送っている。だからおい、それで終わりかい。そこで終わりかい。というわけで、うるせえよ。だからなんかね、お前ら最後にまとめてな、例えばあのランナーのね、たどり着いて打ち明けられるのだろうかだとかね、この味のある人生とか、そのシワシワの袋に入れられているもののようにみたいな、ないらねえんだよまとめ。その最後のなんかこう掛け言葉的なまとめ、もう二度と書いてくんな、そんなもん。これどんくらいいきますね。これいい話だったと思うんですけども。ああ、こんなもん5プニ、5プニの5パチェで何スパとなりますかね。コスパ、コスパ、あ、全部オール5。ああ、さあ続いてはこちらでございます。まだあんのかよ。ヒニングの向こう側、チンコだよ。プニスケはヘルメットをかぶって通学している。別に高速で決められてるわけではないが、危険はいつ襲ってくるかわからない。プニスケはそうすることが正しいと思っている。ある日プニスケは校長室に呼ばれた。プニスケのことが PTA で評判になってるってみんなが噂してたから、多分そのことだろう。別に他人に褒められるためにやってきたわけではないのけど、少し誇らしい気持ちがした。校長先生はプニスケに言った。電車の中でヘルメットをかぶるのはやめてもらえんかな。PTA をはじめ各方面から苦情が殺到してるんだよ。プニスケ教頭。プニスケはその時こう思った。本当に頭の固い奴らだ。お前だよ。ヘルメットだけに。いいよ。絶対来ると思ったけどよ。絶対それが来ると思った。というおはがきなんです。今ぐらい明白な締めはなかったよ。本当に。懲戒免職せえや、そんな教頭をよ。なかなかね、展開も素晴らしかったですけどね。圧倒驚く展開というか。驚かねえよ。いや、確かにそれが教頭ね、電車だった、しかも教頭だったっていう波状攻撃のあたりは、うん、そのジェットコースタームービーを見てるような感じはあったよ。ハラハラドキドキしたでしょ。あったけれども、だからその最後のなんかくだらねえまとめがいらねえんだ、本当に。もうお前ら、ええ加減せよ、ほんとに。味のある人生なんてよかったじゃないですか。ベッタベタじゃねえか。何分言いましょうか。2分に。2分に8パチェということですね。何スパッツ ?6 スパ。6スパ。ありがとうございます。愛知県ラジオネーム、山田アーティ。パチェコは、世に言う、逆境のベルトコンベアに近い年齢だというのに、来る日も来る日も、新しい何かを求めてボタンを押し続けている。周りの人に何と言われようと、自分が着ている学生服の第4ボタンを押し続けている。時には心ない人に無駄なことやめろと言われるようだが、パチェコは自分の意思を曲げず、一心不乱にボタンを押し続ける。何度となくひどい言葉を浴びせられても、パチェコはそんな言葉には動じない。行きもしないレストランのメニューを iPod で聞き続けているので、そんな言葉は一切耳に入ってこないからである。それから月日が過ぎて、そろそろ地球温暖化もやばくなってきた頃に、パチョコはこう言った。暑いから学生服を脱ごうと。もうなってしまったことは元に戻すことができない。しかしこれからどうするか変えることができる。ポイ捨てダメ、地球大切。というおはがきなあ。何お前ら最近ちょっと対策に挑もうみたいになってきてんの。江戸川乱歩賞にでも出すのか、てめえら。
このプリスケパチェコ、これはいいですね。ジーンときましたね。来ねえよ別に。エコロジーもちょっと入ってるんです。無理に入れただけだよ。味の開きの方がいいですか。いやいや、よくねえよ。だからなんでお前それ押してんの、さっきから。味の開きばっか。何プニいきます。8プニ。2パチェ。何スパ。9スパ。9スパですね。ああ、じゃあ今日最後になりますかね。ああ、そうか、よかったよかった。大阪のラジオネーム、かさぶたさん。プニスケは自動販売機のお釣りのところにうんこをするのが趣味である。やめて、そんな趣味。自分の家にトイレがあるにもかかわらず、うんこをしたくなったら自動販売機を探す。今日も自動販売機のお釣りのところにうんこをしていると、ある人がプニスケのところにやってきた。あんた何やってんの。そらそうだ。ここどこだと思ってるの。お母さん、ここは俺のトイレだ。何しに来た。するとお母さんは、そこは私のトイレよ。あっちの自動販売機があんたのよ。どっちだな。あ、ごめん、タバコはお母さんだったね。ちなみにお父さんはお酒の自動販売機でうんこをするのである、という。内容なさすぎだろ。なあ、ちょっとジーンときちゃったんですけど、ね、来ねえよ。なんだったら出落ちだよ、こんなもん。自動販売機のお釣りのところにうんこするのが趣味であるだけだよ、もう。その時点で終わっとるわ。ちょっともうなんかこうじんわりとこう、どうくりゃいいんだ、じんわりと。こんなクソみたいなハガキで。よかったと思うんですけどね、ちょっと。よかねえよ。家に帰ってちょっと涙が溢れるような話でしたね。いや、一生来ねえよ。これ何分に1だよ。じゃあ9パッチ、何スパ。3スパッツだよ。3スパッツ、ありがとうございます。さあ、というわけで今日も、選べよ。MV プニパチェ、いわゆる MVP の話。選べよ。点数振り分けてんだからよ。一応気使ってよ。今回は、該当者なしということになりますね。なぜだ。お前あんだけ足の開き気に入ってたんじゃねえのか。これね、っていうのはその足して10になるから。全部そうだよ。ずっと。全部10点なんで今回もなしということ。ああ、もういいや。俺もう来決めとく。来週から全部いや、あの1プニで9パチェで1スパ。だからもう全部点数それ。いや、スパッツの数字も全部違うんですけど、スパッツの一番多いやつが優勝かって言ったらそうでもなくて。だから なんで聞いてんだじゃ。スパッツはもう意味がわからないやつなんで。聞くなじゃ。言っちゃったよこいつ、意味がわからない。優勝はなしというわけです。もう1プニ9パチェな、来週から1スパ。青春今来週やっていただき、やっていただきたいというか。とにかく明日学校行ったら3人に勧めろよ。クリームシューのオールナイトニッポン。クリームシチュー上田晋也。どうも、僕です。クリームシチューのオールナイトニッポン。ふざけんなよ。時刻はもういいだろうが。2時49分19秒20秒。はい、22秒。いいよ、そんなとこにこだわってるやつはいねえよ。たくさんメール届いております。おい、なんだ今日一日中これか。一日もやってねえよ。上田さん、最近眠れません。どうしたらいいですかということなんですけどね。ラジオネーム。ラジオネーム。オープンカーでね、はい、私。お前嘘だろ。オープンカーでなんか乗ってたみたいなニュアンス出してるけど。しかもそもそもお前に聞かれてねえだろ。あ、そう。答える必要ない。上田さん、お願いします。いや、それはラジオネームだよ。ラジオネーム。僕のチンコはやかましいさ。次、意味がわかんない。チンコがやかましいって言われても。もういいぞ、ラジオネームだけトントントンと紹介していけ。もうこうなったら高校1年生です。ああ、僕は今ニキビで悩んでいます。ああ、どうすれば治りますか。ラジオネームですけどもね。ああ、ラジオネーム。以前ですね、まあ、サファリパンツをね、僕履いて歩いてた。おい、そもそもサファリパンツってなんだっていう話になるよ。そんなこと今答えてるんですか。ラジオネーム横浜市。ラジオネーム陰菌だな、これはさんです。答えてください。病院に行け、もしくは薬局行ってみろ。そこは悩みじゃない。いやいや、そいつのニキビです。そっちの悩みの方がでかい。ニキビより陰菌の悩みの方がでかいだろうが、そら。何も答えない、上田さん。本当今日は。
お前は気づいてんのか。お前のせいで結局この番組はうんこちんこ番組になってんだよ。最終的に。だから上田さん曲解するからでしょうが。陰菌だなこれはって書いてあんだよ。下ネタ以外何があろうか。最近その前の僕のチンコはやかましいだぞ。最近寒くなっておでんの美味しい季節になりましたね。お二人の好きなおでんの具を教えてくださいということですけども。ラジオネームは、MP3 を聞いてまして。お前その何なんですか。お前なんで必ず何かしら答えようとはしてんだ。それもかなりの迂回ルートで。なんで絶対直接的にはお前答えようとしてねえじゃねえ。なんですか上田さんのおでんの具好きなの。いやそんなのはいいよ。ラジオネームで。いやラジオネームは普通ですよ。ああその普通のラジオネームいけ。はい、ラジオネーム大学生23歳ですね。山口県の方でございます。ラジオネーム、アナルに鉛筆一直線さんから。どんなプレーやってんだてめえ。二度と送ってくんなよお前は。どうやったら女の子にモテますかという。あもうシンプルです。さあもう完全に 100% エネルギー注いでるよねラジオネームに。いや全然普通のラジオネームエネルギーだよ。普通ですよ。はいラジオネーム奈良県ラジオネームあそこにエリンギがあるさんです。よかったなお前立派なもんお持ちでよなあ。答えてください。だから羨ましいよお前あそこにエリンギがあるなんてお前とドリファンクジュニアぐらいのもんだ。どうやったら女の子にモテますかと。また来ました。違う人から。あのだからもうこいつらはもうすぐ思いつくような悩みでいいんだよ。もう女の子にモテかけたらいいや。はいはいラジオネームな。はいラジオネーム何にしようかな。だから答えてください。はいラジオネーム。ラジオネーム父親たちの正常位です。いいよ何お前名画とかけようとしてんだよ。僕には片思いの女性がいます。メールアドレスを聞きたいけど勇気ありません。僕に勇気をくださいということです。ラジオネームはラジオネーム岡山県何これアナルジャンさんからどんな状況なんだおい状況教えろなあ。なんだこれ地面か中に落ちててあれなんだろうって拾ってみたらアナルジャンとかってことあるかなあ。答えてくださいよ。落とし物がアナルってことがあるかバカ面が。ラジオネームあこれラジオネームは関係ないですもんね。上田さん質問です。ラジオネーム言えよ。上田さんは鶏肉と豚肉と牛肉ではどれが一番好きですかです。ラジオネームラジオネームじゃないです。鶏肉か。お前うかつにラジオネーム言いそうになったらダメだよ。それを言えばいいんだよ。沖縄県那覇市のラジオネーム狩りから下は地井武雄さんです。はい答えてください。ラジオもういい。次のラジオネーム聞かせろ。宮城県仙台市ラジオネームからいきますよ。ラジオネームうさぎはかわいいなさんからです。おうあそいつのねおいいでしょいいよ。ラジオネームうさぎはかわいいなちゃんかなくんかくん。上田さんこんばんは。朝ギンギンになりすぎてやばいです。はい次、はい、次どうしたらいいですか。はい次ラジオネーム言ったじゃないですか。ダメです。内容がひどすぎる相談の。好きな色何ですか。もう手抜けにも戻らねえかこいつの質問ひどすぎだろ。好きな色なんですかってラジオネーム大阪府18歳アナルホジリムスあのさねこんだけさ手抜いてんだからよもうちょっとさあの下ネタにもひねった下ネタってあると思うぞ俺は。認めてねえけどな。クリームシチューのオールナイトニッポン。この番組は DHC 明星食品カラオケウガ明治製菓以上各社の協賛で東京中学の有楽町の日本放送キーステーションに全国スタンジオ局の歌でお送りしました。エンディング。いやー今日はいろんなね相談悩みに乗ろうと思ったんですけどもね。ごめんね本当。例えば本当いろいろ他にも送ってくれたブットフランクフルトさんね。あとスパッツだとやたら目立つくん。あと濡らしてクリクリちゃん。あとハウルの動く舌さんね。ひってえなこいつら。白いおたまじゃくし君もありがとうね。こいつらはゴミだな。はっきり言うけど千葉県のおなってばっかり君もありがとうね。お前らゴミだよマジで。だから今度ちゃんと
これはね、ちゃんとね、正式にコーナー化してさ、でするか、そんなもん。心にあったかいミルクティーを、クリームシチューカフェというね、コーナーにして。絶対やんねえからな、絶対やんねえぞ。あ、これは。俺はやんねえからな。コーナーにする。お前一人でやれよ、そしたら。上田さんに質問じゃないけど、二人にね、相談とかする。いやいや、お前やれ、お前。まあ、ぜひね、今後も、懲りずに、絶対いつか答えてくれると思うんでください。いやいや、懲りろよ。特に何これアナルじゃん。お前だけは、お前が一番ひどかった。俺に言わせれ。さあ、ちなみにですけど、まあもろもろあった、来週休みなんですよ。はしょったな、だいぶもろもろあってね。これもう来週はね、クリームシーのオールナイトニッポンババアスペシャルということで、はい、どういうことかというと、まあ、休みということなんですね。ババアがエジプトロケをぶち込んできたんで、我々エジプトに1週間ほど行かなきゃいけないという、うん。じゃあ合点は引き続き上田チームが麻生太郎、有田チームが安藤美希と、あとはババアとかそれぐらいでいっか。郵便番号100-8439日本ミルクティーをクリームシチューカフェと日本それぞれの係りということ。お前らも絶対送ってくんないくだらねえの。特に何これアーナルじゃんな。この後は斉藤安子さんのオールナイト日本エバーグリーンです。じゃあ今週はこの辺でお別れ。クリームシチュー上田晋也と、あれ絶対が実は喋っておりました。じゃあ暖かくして寝ろよ。こっから以上。クリームシチューのオールナイトニッポン。